夏目漱石の夢十夜より第一夜を朗読します。夢十夜って結構有名な話なので、聞いたことがある方も、もしかしたら読んだことがある方もいらっしゃるかと思います。夏目漱石が夢の世界について書いたお話になっていて、とても幻想的な雰囲気を楽しめる作品になっております。かなり短めの話ですので、ぜひ最後まで楽しんでお聞きください。夏目漱石作夢十夜より第一夜。こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向けに寝た女が静かな声で、もう死にますと言う。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかな瓜種顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に暖かい血の色が程よくさして、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。しかし女は静かな声で、もう死にますとはっきり言った。自分も確かにこれは死ぬなと思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかねと上から覗き込むようにして聞いてみた。死にますとも、と言いながら女はぱっちりと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中はただ一面に真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。自分は透き通るほど深く見えるこの黒目の艶を眺めて、これでも死ぬのかと思った。それで年頃に枕のそばへ口をつけて、死ぬんじゃなかろうね、大丈夫だろうねとまた聞き返した。すると女は黒い目を眠そうに見張ったまま、やっぱり静かな声で、でも死ぬんですもの、仕方がないわと言った。じゃあ私の顔が見えるかいと一心に聞くと、見えるかいって、そら、そこに映ってるじゃありませんかと、にこりと笑ってみせた。自分は黙って顔を枕から離した。腕組みをしながら、どうしても死ぬのかなと思った。しばらくして、女がまたこう言った。死んだら埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って、そうして天から落ちてくる星の欠けを墓印に置いてください。そうして墓のそばに待っていてください。また会いに来ますから。自分はいつ会いに来るかねと聞いた。日が出るでしょう、それから日が沈むでしょう、それからまた出るでしょう、そうしてまた沈むでしょう。赤い日が東から西へ、東から西へと落ちていくうちに、あなた、待っていられますか？自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、百年待っていてください、と思い切った声で言った。100年、私の墓のそばに座って待っていてください。きっと会いに来ますから。自分はただ待っていると答えた。すると、黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた。静かな水が動いて映る影を乱したように流れ出したと思ったら、女の目がパチンと閉じた。長いまつげの間から涙が頬へ垂れた。もう死んでいた。自分はそれから庭へ降りて真珠貝で穴を掘った。
真珠貝は大きな滑らかな口の鋭い貝であった。土をすくうたびに貝の裏に月の光が差してキラキラした。湿った土の匂いもした。穴はしばらくして惚れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を上からそっとかけた。かけるたびに真珠貝の裏に月の光が差した。それから星のかけの落ちたのを拾ってきて軽く土の上へ乗せた。星のかけは丸かった。長い間大空を落ちている間に角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて土の上を置くうちに自分の胸と手が少し温かくなった。自分は苔の上に座った。これから100年の間こうして待っているんだなと考えながら腕組みをして丸い墓石を眺めていた。そのうちに女の言った通り日が東から出た。大きな赤い日であった。それがまた女の言った通りやがて西へ落ちた。赤いまんまでのっと落ちていった。一つと自分は感情した。しばらくするとまたからくれないの天童がのぞいと登ってきた。そうして黙って沈んでしまった。二つとまた感情した。自分はこういうふうに一つ二つと感情していくうちに赤い日を生き継ぎたかわからない。感情しても感情してもしつくせないほど赤い日が頭の上を通り越していった。それでも100年がまだ来ない。しまいには苔の生えた丸い石を眺めて自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。すると石の下から端へ自分の方へ向いて青い茎が伸びてきた。見る間に長くなってちょうど自分の胸のあたりまで来て止まった。と思うとすらりと揺らぐ茎の頂に心持ち首を傾けていた細長い一輪のつぼみがふっくらと花びらを開いた。真っ白な水が腹の先で骨に応えるほど匂った。そこへ遥かの上からぽたりと露が落ちたので花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して冷たい露の滴る白い花びらに接吻した。自分が指から顔を離す拍子に思わず遠い空を見たら暁の星がたった一つ瞬いていた。百年はもう来ていたんだなとこの時初めて気がついた。ありがとうございました。